みたいに1ヶ月でめちゃめちゃ急成長できる環境というか、たまにはサッカーオフィスに入ってきたあの空間も一気に明るくなります。急に福島弁の影響が叩き上げの部署、はい、それが広報。こんにちは。こんにちは。第4回ロバル会、イエーイ。ロバル会来ました。今回は弊社ローバルのスタッフにインタビューをして、ローバルの働き方だったり雰囲気を新卒や転職を考えている皆さんにお伝えして、職場のリアルな声をお届けしたいと思っております。今日女性ばっかりで今ちょっと今日僕浮かれてます。すいません。では早速、はい、インタビューしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。今回は広報部の松下さんと川上さんに出演していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。広報部マジうちの中枢なんですよ。ローバルって SNS 戦略よ、オンライン空中戦めちゃくちゃ得意じゃないですか、はい、そうですね。そこを担っている部署の方々が今日来てくれてると、はい、深掘りして、はい、もろもろ聞いていければなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。簡単に自己紹介をお願いします。はい、はい、広報部の松下と申します。私は SNS を中心に担当していて、いろんなものを担当させていただいてます。はい、日々ビール撮影だったりとか編集をして、うん、美容師さんとかからもレシピをいただいたりとか、そういうやり取りもさせていただいてます。はい、毎日いろんなに上がっているリールやフィードは松下さんが作ってくれています。マジっすか、はい、知らなかった。僕らの営業に行くじゃないですか、はい、営業に行く先々でやっぱ聞かれるんですよ、このインスタグラムってどういう人がやってるんですかって聞かれるんですよ、多分この動画でやっとこう知れると言うんですよ。こういう方がやってます。広報部の川上と申します。私は主にヘアカラーアカデミーのインスタグラムの運用をさせていただいておりまして、毎日のストーリーだったりフィードのサムネイルだったり内容を作ったり、色の輪をリールの編集だったりを少しずつ手伝っております。はい、川辺さんはまだ入って1ヶ月そうです、行った1ヶ月経ちました。うちってその SNS のアカウントいくつかあると思うんですけど、はい、軽くだけ説明してもらっていいですか、ね、はい、ローバルの SNS は、まずインスタグラムと YouTube、TikTok も運用してます。最近スレッズも運用始めたので、ぜひぜひ見てください。スレッズのつぶやいてるのは誰なんですか？あのそれぞれぽいなんか文章だなと思います。2人とも経験がない状態で、もともと何やってますか？約9年ブライダル業界にいました、うん、ブライダルってすごく接客のイメージ持たれるんですけど、うん、もちろん接客毎日してるんですけど、うん、半分以上は事務作業があるので、うん、パソコンと、接客とっていう感じです、うん、なるほど。はい、田辺さんも美容師で、そうです、1年半ぐらい美容師のアシスタントとして美容室に勤めてて、うん、全くパソコンを触ったことがなかったので、うん、あ、そうですね、でゼロの状態からパソコン軍隊みたいな部署に行ってそうです。ローバルに入ったきっかけ、それぞれ教えてもらえますか？あ、聞きたいですね、うん、私、伊藤さんと高校の時の友人で誘っていただいたのがきっかけで入社しました、うん、全然引っ張るつもりなくご飯に定期的に会っててご飯に行ったんです、うんうんうん、その時にたまたまローバルも私一人で広報を担当してた時期で、求人に力を入れているっていうのを社長からおっしゃってたじゃないですか、はい、そのタイミングで松下さんがちょっと転職考えてるのめちゃめちゃタイミングだ、すごいタイミング、これ本当に全てタイミングですよね、うん、だって出身札幌ですよね。そうです、札幌の、はい、ね、高校の同級生なんです。部活も一緒で、すごいっすね、普通に考えたらなかなかないですよね。そうなんです、うん、今働いてるのがすごい不思議な、はい、田辺さんはきっかけとしては、きっかけとしてはまずフェスのスタッフさんに友人さんがいらっしゃいまして、うん、そこでお誘いいただいたのがまず第一で、うんうん、美容師を辞めてから何の仕事しようって考えた時に、やっぱり自分は美容しかないなっていうのを感じてて、ちょっと美容メーカーさんに興味があったので、うん、私もタイミングよく、タイミングよく、タイミングよく、色のは二人とも完全に中でパソコンで、広報部としての仕事は初めて、初めてですけど、入社する前と入社した後の成長したなという部分とかありますか？もともと美容だったり
すごい好きだったんですけど、うん、まあ、なんかただ見るだけじゃなくて企業のアカウントだったり、うん、あ、このデザインってもうちょっとこうしたらもっと伸びそうだなとか、うん、ここのデザインすごいいいから次取り入れてみようとか、うん、いろいろこうデザインについて吸収することが多くなりました。なるほど。この1ヶ月でそれを覚えるようになったってすごい成長、うん、すごいですよね。私は SNS ってほとんど投稿とかプライベートなんかあってもしない方だったんですけど、うん、この広報部は SNS が主な業務だと思うの で、うん、うで、ね、突然毎日フィードとストーリーズとリールを投稿する日々に変わって、うん、一気に SNS を見る頻度がすごく増えて、うん、全く動画編集ってしたことなくて、うん、なので一から教えていただいて、うん、そもそもリールトーク初めて、いろんなので見ることしかしてないみたいな感じだったので、もう私的には SNS の知識が一気に急成長したみたいな感じだったなと思ってます。でも反対にその全く美容業界に関わりがなかった人でも何のスキルがなくても2人みたいに1ヶ月でめちゃめちゃ急成長できる環境というか、はい、そうですね、うん、ちなみにちょっと聞きたいですけど、団長は そういうスキルあったんですか？私も全くなくって、パソコンはいじったことあるけどデザインだったりとかフォトショップやれとかのスキルは全くゼロだったので、本当にゼロから、まあ、YouTube を見たりとか、うん、今だとリールとか TikTok でいっぱい技術回ってくるので、うん、そういうので保存して、うん、ちょっと実際に自分でやってみたりとか、デザイナーさんにちょっと教えていただいたりとかっていうので、本当に何にもスキルがないところから始まったので、逆になんかこう同じ環境というか、あ、だから3人は本当叩き上げだそうですね、叩き上げの部署、はい、それが広報プロの人たちで出来上がっているので、本当全く経験ない方でもウェルカムです。まあ、それは非常に入りやすいですね、はい、うん、新卒の方で環境に馴染めるかとか、うん、全く私スキルないけど大丈夫かなとか思ってましたが、その入社前めちゃめちゃありました、うん、不安だった。パソコンもやっぱり全く私は使ってこなかったので、うん、まあ、未だにタイピングも遅いですし、うん、最初よりはめちゃめちゃ早かったので優しい、男女優しい最初もう今の3倍ぐらい積み合ったに、その美容師経験のない松下さんからしたらどういう人でも
大丈夫ですよというか、うん、本当に私自分の髪もいつも友人か知り合いにお願いしてきたので、いつもお任せしますっていう本当にこだわりがなかったので、カラー剤がどうだとか何色がとかって全然わかんないぐらいの多分一般知識よりも多分なかったと思うんですけど、クロマテックとか新しい商材も全部こうマニュアル化というか、何もわからない私でもそれを見ればあこうやって使うんだとかすぐわかるので、本当に知識がゼロでも広報部というか、まあ、ローバルはたくさん学べるものが身近にあるのですごく働きやすいと思ってます。素晴らしい、ローバルの魅力を今全てすごく分かりましたね。ヘアカラーアカデミー、じゃあちょっと聞いてもいいですか。はい、班長から見た2人はどんな感じなんですか。松下さんは本当もともと友人っていうのもあって、うん、なんかこう私も結構不安があったんですよ、うん、友人同士でどういうやり方になっていくのかなとか、はい、そもそも広報部自体が初めてだったので人が増えるっていうのがカツカツ状態ですって楽しみ半分不安も半分あって、うんたんですけど、結構こう分かんないことをすぐに聞いてきてくれたりとか、うん、教えたことはすぐ実行してくれたりとかっていうのがあったので、すごくやりやすくって、一言で言うと本当に頑張り屋さん、逆になんか大丈夫かなって思うぐらい松下さんが、はい、のですごく私も助かってますし、前職のキャリアとかも知っていたので、うん、一般的な社会常識だったりとかっていうのは人よりも絶対に優れている言葉遣いだったりとか、なんかそこの不安は一切なかったんですけど、新しい業種になるっていうのでどういう働き方していくのが一番ベストかなっていうのは自分で結構不安だったんですけど、全くそれもなくなるぐらいのやりやすさというか、それはもう松下さんのなんか受け答えだったりとか受け入れ体制がとても柔軟に、はい、はい、やりやすい、はい、ありがとうございます。真鍋さんは本当に元気はつらつムードメーカーっていう感じです、うん、広報部の声がでかいので、はい、はいとかの2文字ではなんか明るくなるんですよ。たまにビクッてしまう。たまに山田さんがオフィスに入ってきた空間も一気に明るくなる。商品の認知、そういうのを広報部がしっかりと活動して取ってきてくれる、うん、で認知で興味持った美容師さんに対して僕らが地上戦で説明しに行くみたいな、この構図がめちゃくちゃうちの会社綺麗なんですよね、うん、はい、だから毎回毎回ほんと毎日毎日寝てる間も、はい、3人夢出てきます。本当ですか。やばい、勘違いされるよこれ。そのぐらい毎日毎日もありがたいと思ってるってことです。嬉しいですね。広報部側としてもこうサロン様と直接関わることってないので、ああそうですよね、そうです、なのでなんか不安なんですよ、こう合ってんのかみたいな、周りにいるね、うち社内で共有の、まあ、ソフトを使ってるんですけど、はいはい、ちょいちょい僕入れてるはずなんですよ、今回こういう風なサロン様に導入になりましたと、はい、で広報部のおかげです、いつもありがとうございますって。いやそうなんです、サロン様は本当にいつも言ってくださる。リール動画だったりとかも製品の使い方が全て載ってるじゃないですか、はい、さっきの松下さん言ってたようにリールさえ見れば、まあ、知らない私でも全て商品の情報が分かるみたいな、はい、使い方が分かる、そこをちゃんとこう構築してくれてるっていうのはめちゃくちゃ営業しやすいです、うんうんうん、嬉しい、本当に感謝します。ありがとうございます、はい、こちらこそ。でもこういう動画編集だったりとかそういうマニュアルも一から作ってあって経験のない元美容師でもない方が入社してもすぐに分かるようなマニュアルもこれから松下さんが作ってああなるほど、じゃあ新入社員の方が入った時用に広報部マニュアルっていうのがあって、この手順通りやれば、はい、完全にこう成長していくよみたいなのがある、はい、そうなんです。ローバルではそういう未経験の方でも安心して働ける環境を整えておりますので、私たち広報部では毎日こう共有だったりとかコミュニケーションを大事にしているのと、社外の方
美容師さんだったりとか、あと YouTube の例えば編集を外注したりとかっていう社外の方とのコミュニケーションもかなり多い部署になっているので、円滑なコミュニケーションだったり何事にもチームで全力で取り組める方を募集しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄に求人 LINE の URL を記載しておりますので、そちらからご連絡いただけますと幸いです。今日は広報部の松下さんと川鍋さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。